霊夢、こんな情報が出ているぜ。射程 3000km を目指す新地上発射ミサイル、南西諸島、富士山、北海道と3段階配備検討だと。さ、3000km?これまでのミサイルなんてせいぜい 500km くらいじゃありませんでしたっけ。何これ、ついに日本もバーサーカーモード入っちゃったの。射程 3000km ってマジで言ってるの。いつでもやったるで感マシマシですねー。10月30日あたりの発表では 1000km 前後とかの話じゃなかったっけ。いやもうこの話も本当に驚きだな。日本も本気で戦略的に重要な兵器を開発しようという意図が伺える内容だ。ミリオタ界隈がふざけて長距離射程のミサイル必要でしょとか言ってたら、政府が本気で作り始めるとか言ってるので、界隈が完全に戸惑っているような状況だ。有事の際の防衛のためだとは思うけど、今の日本に本当に必要なんかこれ。1ヶ月も経たないうちに色々と発表されるの、ガチガチに固める匂いがプンプン香ってきますねー。一体どうなることやら。ということで今回は、日本のミサイル開発がガチすぎる?射程 3000km の化け物ミサイルと題し、今回の射程 3000km のミサイルの内容について掘り下げていこう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などがあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになっています。それでは皆様、ゆっくりしていってね。昨今のロシア・ウクライナ戦争、台湾有事の懸念などが囁かれる中で、日本の防衛力強化に関する情報も日増しに増えつつあるが、まさか1ヶ月も経たないうちに、これほどまでに大きな計画が発表されるとは驚きだ。10月30日付近に防衛省から発表されていた情報では、確かに長距離化したミサイルを開発するという情報はすでに出てきていた。これは現在自衛隊に配備されている1式地対艦誘導弾を改良する形で、発表された当初は、射程 1000km を超える能力に改良するとの内容が報じられていた。現在ある1式地対艦誘導弾は言うて射程 200km ほどなんでしょ?それを射程距離延伸して 3000km ってことなの?どんだけレベル上げるねんって感じ。そもそも当初は射程 1000km を超えるとか言ってませんでしたっけ?一体なぜここからまた3倍近くも射程が伸びる話になったのかしら。そりゃ射程 1000km のミサイルの用途が、南西諸島への配置を意図していることは明白だからな。射程 1000km のミサイルを沖縄に配備すれば、台湾有事の際には最も活発になるであろう。中国の福建省あたりの空軍基地が射程圏内に入る、南西諸島の防衛という意味では、確かに効果的になることはよくわかる話だった。あれですね。別にこっちから攻撃するなんて話じゃないけど、同じレベルの武器を保有しないと、抑制力にならないというか、交渉の席にすらつけないというか、やってることは冷戦と一緒ですねー。その意図としては攻撃というよりは、もちろん反撃能力の保持だろう。敵基地を攻撃できる射程のミサイルを持つことは、それだけで相手国の軍事力の抑止力になるからだ。ミサイルといえど、あくまで防衛のためのカードってことですね。高くつくカードやで。ところが11月25日に入って、射程 3000km のミサイルを2030年代半ばまでに開発するという方針が発表された。さらにこれと同時に、地上発射型のこのミサイルは、南西諸島、富士山、北海道と、順に配置されることも発表されている。冒頭でも驚いたけど、また驚いてしまうわ。まさかの北海道、台湾有事の際に活用できる南西諸島の配備と、何かと危ないロシアへの抑止力になる北海道への配備はまだわかるんだけど、富士山って、なんで富士山?単なる中間地点としてなんですかねー?そうだな、果たして富士山に配置する意味は何だろうか。もちろん富士山に射程 1000km 程度のミサイルを配置しても、敵基地攻撃能力を持つことはなさそうだ。ところがもし富士山のあたりに射程 2000km 程度のミサイルが配備されることになれば話は変わってくる。射程 2000km であれば、実は福建省のあたりがちょうど射程圏内に入る感じになるんだ。なんなら北京も射程圏内に入る。もちろん日本の発表では、このミサイルは当初防衛用だ。当初防衛とは島々、ここでいう南西諸島などへの侵攻に備え、警戒監視、ミサイルなどの整備や訓練を行い、攻撃を受けた場合には、陸海空自衛隊が一体となって運用を行うことを意味する。このミサイルだけでなく、オスプレイなどの航空機も当初防衛の一環で日本では導入している。だが、今回発表されたミサイルはあまりにも長射程であるから、驚きの声が上がっているわけだ。わろた。
あくまで守るためですね、守るため。南西諸島からの射程 1000km では届かない北京も、射程圏内に入っちゃいますね。南西諸島がどうのこうのっていうか、やっぱり台湾有事の可能性を完全に見据えてますよね。ということは北海道に置くと？うむ。北海道に射程 2000km のミサイルを置いても南西諸島方面には届かないんだが、もし仮に射程 3000km のミサイルが北海道に配置されるとなれば、また、もし北海道に射程 3000km のミサイルを配備した場合も、やっぱり福建省のあたりはがっつり射程圏内に入るぜ。もちろん、この射程 3000km もある化け物ミサイルもやっぱり当初防衛用とのことだ。さすがに草。完全に物は異様ですね。当初防衛用ということだが、射程や配置場所の情報を照らし合わせると、まあ正直、がっつり台湾有事を想定していることは確実だろう。これまでの防衛計画では考えられないほどの戦略的ミサイルだ。なかなかに決まっている状態だと言える。日本のどこからでも福建省の基地撃てるんやで。と、これはもう本気モード入ってますわ。北海道と聞いたらロシア方面なのかなって思う部分もあるけど、射程の話聞くと完全にこっちですね。中国だけでなく、北朝鮮などの軍事的脅威への抑止力強化も兼ねてるとは思うけど、すごい時代に入ってきましたわ本当に。いやそういうすごいミサイルにも興味はあるところだが、まあ正直、実際に使用せざるを得ない状況にはなってほしくないところだ。それは激しく同意。やっぱり兵器はめでるもんですね。ここからはそのミサイルがどのようなミサイルになるかについて、掘り下げてみよう。さて、射程 3000km のミサイルがどのようなミサイルなのかという話だが、元記事をたどってみると極超音速誘導弾であるという話が出ている。だが、これはどうも正確ではなさそうだ。あれ？極超音速ミサイルじゃないの？各国バチバチに開発中だった気がしますけど、それにアメリカがすでに開発に着手している超音速兵器迎撃ミサイルとも比較されていたり、これは本格的な話だと思ってたわ。防衛省が8月31日に発表した資料では、確かに極超音速誘導弾の開発を今後行っていくことについては言及されていた。同資料には、音速の5倍以上のスピードで飛行することにより、迎撃を困難にすると書かれている。は？音速の5倍？時速約 6000km となると、仮に射程 3000km でぶっ放したとして、たった30分ほどで着弾するってこと？恐るべきスピードだな。既存の防空網では対処が難しいと言われるのもよくわかる話だ。巡航ミサイルよりも速く、弾道ミサイルよりも軌道が複雑で迎撃が難しい最先端の兵器ってことだ。ただし、極超音速誘導弾を射程 3000km で開発しようとする場合、正直サイズ感が大きくなりすぎる。サイズ感的にはでっぷりとした戦闘機みたいな感じになっちゃいそうだ。正直、現実的に想定できない設計になる。現実に作ろうものなら、本当に化け物兵器になってしまうな。というか、正直大きすぎて扱いが難しそうだ。ふむふむ。そういう意味で、極超音速誘導弾というのは正確でないってことね。実際に可能だったら、日本はとんでもない兵器を保有することになっていましたね。でも、極超音速誘導弾でないとなると、今回のミサイルはどのようなものになるわけ？そうだな。今回の射程 3000km というミサイルの話は、防衛省の資料ではちょうど極超音速誘導弾の上に書かれていた、当初防衛用高速滑空弾の話だろう。こちらは、すでに量産開始が2023年からと発表されているブロック1、そして後々には性能を向上させてブロック2というタイプが開発されることがすでに明らかとなっているが、今までの情報と照らし合わせるなら、この当初防衛用高速滑空弾のブロック2というのが、将来的には射程 3000km のミサイルとして採用されることになりそうだ。11月22日時点の国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議が発表した報告書を見てみると、防衛力の抜本的強化を進める中で、反撃能力の保有と増強が不可欠だと報告していますね。国産のスタンドオフミサイルの改良などにより、十分な数のミサイルを装備すべきとのことやね。それがいわゆる1式の改良バージョンということやね。うむ。その有識者会議の時点では、射程距離に関しては言及がなかったものの、周辺国におけるミサイル能力の増強などへの対応を現在の課題として、強い懸念を抱いているようだ。ふむふむ。その行き着く果てが、射程 3000km ミサイルの北海道配備なんすねー。なんか2ヶ月くらい前には、射程 3000km のアメリカ産ミサイルの LRHW が、もしかしたら日本に配備されるかもしれないなんて話もありましたけど、まさか日本の中で作ってしまおうなんて話になるとは驚きですねー。この LRHW も配備予定は2023年度末とか言いますから、アメリカにしても日本にしても、
ガチガチに長距離射程のミサイルを開発しているわけですね。車両型の長距離ミサイルだな。LRHW の配備先は九州だと考えられているようだ。沖縄だと移動できる範囲が小さいですもんね。確かに据え置き型だと逆に狙われる可能性もあるのか。日本についてもそうした懸念があったためか、実は地上発射型だけではなく、11月28日には、長射程ミサイルの潜水艦発射型の導入を防衛省が検討しているということも明らかになった。潜水艦ともなれば、静粛性が多角的に発見されにくい。潜水艦に敵の射程圏外から攻撃のできるスタンドオフミサイルを搭載すれば、敵はどこから反撃されるかわかりにくく、さらに抑止力を高められるとの考えだろう。ちなみに11月30日には、ついにトマホークの購入も発表されたな。2027年度末までに500発は購入するようだ。おーついにやっと来ましたね。アメリカ産の巡航ミサイルトマホーク。とりあえずは日本で国産ミサイルを開発するのに、つなぎとなるミサイルが必要ってことで、トマホークを採用したって感じですかね。敵基地反撃能力を有するミサイルを、どんどん国内に取り入れている印象だな。ここ1ヶ月で、ここまでミサイルの増強計画についてかなり進んでいることが驚きだ。ただ計画も10年単位になるので、すぐにどうにかなるという話でもないが、一気に開発スピードが加速することは間違いなさそうだけどな。特に潜水艦発射型の長距離ミサイルは気になりますね。潜水艦に関しては日本国内の技術レベルもトップクラスですから、潜水艦発射型のミサイルなんて、相当な抑止力になるであろうことは間違いなさそう。まあでも気になるところは防衛費ですよね。財源問題とか絶対出てくるし、頭使わずにとりあえず税収増やせばどうにかなるやろ的な無頓着政策は避けてもらいたいところ。やっぱ何をするにしても経済成長は必須ですね。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていくので、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。